久保さんやっぱ気づけるか気づけないかそこにタンポポがあるかないか育つか育たないか <laughs> まあ気づける人と気づけない人がいてるわけですよね、はい、でもそのやり方その気づき方を僕たちはずっと永遠と手を返えしながら言ってるわけなんですけど直近の事例をお伝えしましょう、まあ、僕毎日ブログ書いてるんですけどもあのー、こんな出来事がありましたあのー、バスから降りたんですよ でバスから降りたら、なんかね、女性の方、もうめちゃめちゃ美人な女性の方が声かけてきて、あのすいません、みたいな。えなめちゃめちゃ綺麗なんですね。<laughs> 何事だと思ってね。次の瞬間、あのスマホ忘れてましたよあ。ありがとうございます。っていうことがあったんですね。出来事が。でもこれって別に僕が特集的な話ですか 僕しか絶対起こらない事件っていうか、僕しか絶対にないことですかね。多分、まあ、生きてたら、まあ、遭遇することあると思うんですよ。で、じゃあ僕は、じゃあそれをそのままにしないですぐね、えー、のブログの記事のネタとして、えー、書いたわけですよ。で、それどういうブログの記事を書いたかっていうと、その、 まあこれは推測でね、僕がいろいろな側面で考えたときに、もし僕が、もし僕がでしょ、もし僕が、その、なんだ、ジュース、ジュースを、ペットボトルのジュースを飲み忘れ、半分ぐらい飲んで、バスに置いてあるとするじゃないですか、置き忘れて。そしたら、多分その女性は声かけなかったかもしれないですね。っていう僕の勝手な解釈なんですけど。じゃあな、なんでスマホは、 スマホ忘れてますよって言ったのかっていうとその女性はスマホの重要性をすごく認知している理解しているだからあスマホ忘れちゃったからこの人大変になるだろうなっていうのを認知してるから声をかけてくれたんじゃないかなっていう推測をもとにいろいろ書いたんですよでオチとしては人は重要なことと認知しているんであるならば行動するよとで最後のオチは ネットビジネスの動画を撮らなかったと、ネットビジネスの行動はしなかったとしても、あなたがね、スマホをね、もし忘れたとするならば、どっかに忘れたら、必ず何かしらのアクションはすると。どうすかね、スマホ、久保さんもスマホどっかに置き忘れて何も行動しないってことありえます絶対行動しますよね。まあ、電話止めるなりな、何かしらの対処は絶対するはずなんですよ。 それは何で、えー、そ,それをするのかっていうと、スマホにいろんな情報があって、それ,それが、ね、外部に漏れたらやばいとかね、個人情報もいっぱい入ってるわけですから、だからそれがめちゃめちゃ重要っていうことを認識している、だから重要っていうことを認識した場合、人は動くんだよと。だ,だから逆を言うと、ネットビジネスで行動できない人っていうのは、めちゃめちゃその重要っていう認識がないのかなっていうところで、いろいろ書きました。 うん、どうすかね、スマホを落として何も行動しない、警察にも行かない、なな何か、そのななんかなんかか JR かなんかわかんないですけど、バスとかね、電車とかに電話しないとかね、何かすらするでしょ、おそらく。<laughs> 財布落としたときもそうじゃないですか、いやめっちゃカード入ってるから、カード止めるとかね、しないとやばくないですか。絶対するじゃないですか。じゃあ、なんでするんですか。それは重要度が高いからでしょうね。 でもネットビジネスって何でそれみんながやめていくのかっていうと多分ね重要度がねそこまで高くないですよでなんで高くないかっていうと別にやらなくても今の生活はできるからなんですねでもスマホがなくなったら今無理ですよねやばいですよね <laughs> まそもそも何も連絡取れなくなるしどこも検索できなくなるしめちゃめちゃ不便ですよねただ今もうスマホなんか日常生活に溶け込んでますからスマホなくなったらマジで死ぬ 活うんだけどネットビジネスで発信しようあのネット他なんかいろんな稼ぎ方ありますけど別に稼がなかったとしても別にそんなに重要ではないと重要なんだけどな何か行動しないといけないっていうのは分かってて何か新しい収入源は必要だっていうことは分かってるんだけどもでも本当に重要度本当にそれが重要っていう認識が甘いのかなって思います だからそれを突き詰めると、あなたはスマホをじゃあ落とした時に行動しないんですかっていう。それはするのになぜネットビジネスは行動しないのですかっていう話ですよね。たったスマホですよ。たまあ、されどスマホ、たかがスマホ。でもスマホが落としたら絶対行動する。僕、行動しないっていう人多分いないと思います。まあデータ取ってないんでわかんないんですけど、<laughs> 多分いないですね。久保さんいますかね多分いないと思います。うん。 で、それは重要って認識してるからです。だから、これも一つの現象から、どのように推測して、どのようにこの情報にこう加工して伝えるのかじゃないですか。あ、すいません、財布置き忘れてますよとかね、スマホ置き忘れてますよって言われた経験って多分一度か二度あると思うんですよ。じ <laughs> ゃそれをどう汲み取ってね、どういう情報に変えていくのかっていう話ですよねで。そこにもいろんな情報が詰まってるわけですよ。だけど、それが分からないとネタがないってなりますよね。 うん。はい。ということで、日々の日常から情報っていうのはたくさんあります。ただし、どういう側面で見てるのかっていうところがめちゃめちゃ大事っていうね、久保さんも言ってましたけど、本当ね、いろんな角度から分析して、いろんな角度から物事を見ていくっていうことが本当に大事ですね。うん。で、これができるようになるともう無敵です。だって、ネタに困んないんで、いくらでもネタに困んないです。うん。 そうだからそのそこに気づけるか気づけないかだからまあそのタンポポの話ありましたけど僕ねインスタグラムでタンポポの写真この前アップしたんですよでどういう風にタンポポの写真をアップしたかっていうとねこれねリアクションちゃんと来たんですよ久保さんあれ冬冬秋でも冬,でも冬でもタンポポって咲くんだなみたいなねっていう問いをねちょっとね あのコメント、一言ね、僕、はインスタ投稿は一言こう書くんですけど、そしたら、咲きますよみたいなね、僕の情報に対してリアクションがちゃんと来てますね。<laughs> まあ狙ってやってるんですけど <laughs> そ<う>、だそれもなんか一つの情報じゃないですか、うん、一つの、だから人、なんか僕の情報に対して行動させるってことですよね。 何かリアクション、コメントさせるっていう。だそれも僕は理解してるので、あの、なんだ、そういうことができるってことですね。うん。まあ、情報発信はね、久保さん、難しいっすかねやっぱね、こういうの考えられないからな。いや、でもね、まあ、最後まとめてお,はお話しすると、お金がないんだったら情報発信僕はした方がいいと思います。いろんな選択はあります。お金の稼ぎ方っていうのは。ただし、 あのお金がないんだったら僕は合うとか合わないとかそんなのどうでもよくて僕はやるべきだと思いますこんなになんだビジネス的に見てあのないですよないビジネス的に見てこんなねあの素晴らしいビジネスはないですねで情報で人を救えるしなおかつあらりも高いっていう、ね、やばないですか だって何かね、人が元気をもらうときとかね、人が勇気をもらうときって何ですかたった人、たったね、たった偉人の昔のね、もう死んでる人のね、偉人が残した一つの名言、格言で救われるときとかあるじゃないですか。たった一つの情報、言語でね。やばないですかすごいですよね。だ情報って人を救えるし、人を変えられるし、すごいことなんですよ。 てか、情報しか人を変えられないんじゃないかなと思います。うん。だから、すごいビジネスだと思うんですよね。しかも、あの、粗らりも高いし。<laughs> うん、僕はもうやる、お金がないんだったら、この一曲しかないかなと僕は思います。ただ、合う合わないはあるとは思いますけど、ただ、合う合わないで、物差し決めてたら、あのー、なんか、あ何するっていう。<laughs> <laughs> 限りなくその、なんか、うん、リスキーなことしないといけないんじゃないかなっていう。仮、は、想、あ、通貨もうかんかな、これ、みたいなね。<laughs> 情報に左右されるっていうね。情報に左右されるんじゃなくて、情報を使う側になっていった方が、もう、間違いなく利口だと僕は思いますけどね。うん。はい、ということで、いってらっしゃい。